皆様こんにちは。絵画高等買取プロ集華堂の金子でございます。こちらの洗面の作品は、小林一茶で有名な、かの小林一茶の作品のご紹介でございます。小林一茶はですね、長野県に、お生まれになりまして、1763年、お生まれになった俳人でございます。一茶と称してですね、いろいろ全国各地をですね、お遍路で回りましてですね、独自のそういった俳諧の道を追求して、多くの作品を残しておられました。一茶もですね、決して恵まれた環境には生まれていなかったわけでして、いろいろな、そこで、培ったといいますか、慈悲の心といいますか、そういったものがですね、逆に人間臭さを物語るということで評判になりまして、そういった伝統に生気を吹き込むような親しさですとか、あるいは一種の迫力というものも持ってですね、非常に庶民的な俳諧を作り上げた第一人者でございました。私どももですね、一茶の作品についてはですね、割と多く扱いますので、的確な査定の評価ができると思います。やはり長野ですから、長野にゆかりのある方の箱書き、善光寺の住職の箱書きがあったりですとか、あるいは百貨店、高島屋さんなんかでも昭和の初めに目録としてですね、残っている資料なんかもございまして、全てがその親戚かどうかと親筆かどうかというところまではですね、なかなか判断は難しい部分も正直あるんですけれども、そういった参考的な文献も含めてですね、私どももきっちり評価してお答えしておりますので、小林一茶の作品がございましたら、ぜひ私ども絵画高等買取プロ集華堂までお問い合わせください。絵画高等買取プロでは小林一茶の作品もきちんと資料を調べまして鑑定しております。お答えしております。こちらのお電話番号までお電話いただければですね、丁寧にオペレーターもお答えしておりますので、ぜひ私どもでご相談いただきたいと思います。お待ちしております。